人、物、金をテキサスへ CCIM のルークです。今、アメリカのハリス副大統領はアフリカに訪問しています、まあ。ガーナ、タンザニア、ザンビアを訪問して4月の2日にアメリカに帰ってくる予定です。最近、まあ、イエレン財務長官 ブリンケン国務長官とアメリカの政府高官が相次いでアフリカを歴訪しています。南半球を中心とした途上国、グローバルサウスへの関与を強めるという意図があります。中国やロシアとの主戦場になりつつあるアフリカで 巻き返しを急いでいるということですね。ハリスは3月28日、ガーナの首都アクラで演説しました。科学技術や農業、クリーンエネルギーなどの分野を挙げて、アフリカへの投資で、この多様な大陸の50 4カ国だけではなく、アメリカ国民、世界中の経済成長を引き出せると力説しました。地域のイノベーションを通じて、国際社会との結びつきを強化するために、協力していくと訴えていました。ガーナで、ハ、えー、クファート大統領と、 解体したのに続いてタンザニアやザンビアで主導と会うということですザンビアはアフリカの民主主義国としてアメリカが支援に力を入れてきました3月29日から30日にオンラインで開催される第2回民主主義サミットではアメリカ、オランダ、韓国 コスタリカとともに共産国に名を連ねる一方、ザンビアは多額の債務に苦しんでいます。G20 で合意した債務再編の共通枠組みは申請から2年間経っても調整がつかず、アメリカは主要な貸し手である中国が障壁になっていると見ています。 ハリスはザンビアのヒチレマ大統領と会い、債務問題も話し合うということです。アメリカ政府は2022年12月に首都ワシントンで約50カ国のアフリカ首脳を招いた会議を8年ぶりに開きました。バイデン大統領はアフリカの未来に全面的に関与する と表明し、インフラ整備や農業支援などに3年間で5 5十億ドル、日本円で約7兆2千億円を拠出すると決めました。会合を踏まえて2023年に交換を次々とアフリカに送っているわけです。1月にはイエレン財務長官が セネガル、ザンビア、南アフリカを訪問し、3月にはブリンケン国務長官がエチオピアとニジェールに行きました。2月にはバイデン大統領のジェル夫人がケニアとナミビアを訪れています。バイデン自身も年内に出向くという予定です。アフリカとの関係は中国、 と、ロシアが先行しています。中国は一帯一路に沿ったインフラ投資を重ね、アフリカへの輸出額は世界でトップです。輸出額はアメリカの4倍で、経済を軸に関係を深めています。ロシアは冷戦後に軍事面を中心に影響力を高めました。 ストックホルム国際平和研究所によると2017年から2021年のアフリカへの兵器輸入の4割強をロシアが占めていますロシアの民間軍事会社ワグネルの雇い兵はアフリカの強権的な指導者を支えているという面があります西アフリカのマリでは 暫定政権とフランスの関係悪化で治安維持で駐留していたフランス軍が2022年に撤退しました。まあ、その代わりにその空白を埋めたのがワグネルだったとみられています。ロシアのラブロフ外相は2月初めてマリを訪問しました。ワグネルは 中央アフリカでも活動している模様です。出遅れているアメリカは、アフリカにパートナーを選択するように迫るのではなく、各国の選択肢を広げたいと考えていると説明しています。アフリカ諸国は、どの国からの投資や援助も歓迎し、 中国やロシアとも関係を保ちながら全方位で支援を引き出す構えですアメリカが有利に立つというのはなかなか容易ではないと言えます以上テキサスのルークでしたチャンネル登録よろしくお願いします